や、これのおもろいな、すごいね。え、芸能人どんぐらいやったの？言ってらっしゃい。言ってくれたことは何で？なんてはですね。え、芸能人どんぐらいやったの？なぁ、芸能人をそこまで芸能人って言うかじゃない？じゃあ事務所に。いや、それはいっぱいいますけど、言ってらっしゃい。そうっすね、ライブドア時代に横にいためっちゃ綺麗なマネージャーさんみたいな人いたじゃないですか。ああ、はいはい。あれ彼女かな。あ、全く 120% もう横に裸で寝ててもあいつはセックスしないっていうやつです。だからもうあいつを綺麗っていう感覚が全くなんなくて、それは僕は本当にダメで、あの人マジダメなんですよ。あ、そうなんですか。あ、僕は全然テスト男女の関係じゃないし、そいつもね、その時多分同時にいた秘書の子も全然男女の関係です。でも、その最初のさっきのマネージャーみたいな人を紹介してくれた子とは男女の関係です。いや、もうなんて言われしない。何て言われましたそれ。いや、これのおもろいな、すごいですね。まあでもそれはさ、別にさ、別に特定しないから別にいいじゃん。確かに。だから知らない人じゃん、絶対誰か分かんないじゃん。ああ、まあ見てる人は、元社員は知ってるし。あ、そうなんですね。そら知ってるでしょ。